当に食べてる最中だったの。みんな待ってるかなと思ってさ、配信始めてみたんだ。大丈夫かね。今日はね、忙しかったんだよ。本当に忙しかったの。あのね、今日できるかなと思ってめっちゃ お礼配信明日するんだけど、いや頑張る、明日できるように。私めちゃめちゃ頑張ってたんだよ、さっきまで。夕方の4時ぐらいから頑張ってたのよ。こんばんは。あー、だるま、ありがとうございます。ありがとうございます。あの頑張ってたのさ、ちょっと見て裏写りだけ。あの頑張ったから、頑張ってるの。ほら、お礼配信のためにあの頑張っております。私頑張ってるの。映りすぎ？いや頑張ったんだって本当に。見てこれね、あのちょっとさちょっとネタバレさせてもらってもいい？あのさ、この色あるんじゃん。あ、手の汚れはね大丈夫よ。あのねこの細いペンわかる？これで一個一個こうやって一個一個塗ってんの。これ頑張ったんだよ。ねえ、わ、頑張ってるの。だからあのみんなちょっとゆっくり待ってて。ね、待っててください。あの頑張ってる。頑張ってるからさ、ねえ、あの本当に見てほしい、この今日の頑張りを。あの本当に無心で塗ってた。これでもこれ今ね、画用紙的に言ったらね、これくっつけてるんだけど、本当にこのぐらいの、ほんとこのぐらいのサイズで頑張っていっぱいくっつけてて、これ2枚くっつけて10位までなんだけど、あ、頑張ってるから。本当に頑張ってるから。あのね、本当にちょっと待ってね、ごめんよ、回転させて。ほらほら、わかるか、わかるか、この頑張りわかるか。あのね頑張ってんだ、本当に。そうなの、一人ずつ時間かかってるの。だからあのあれね、これ今日この作業ね、私ね3時間したんだけど。マイペースだからこそ本当に。待って、何これ、え、何これ、え、これ何、これ何、これ何、え、これ何、ちょっと待って、え、これ何。何これ、え、痛い。え、これ何。今日顔がめっちゃ濃いんだけど、どういうこと。あのね、私ねこれ描いてる時に、めっちゃ出来たてじゃん、ちょっと隠しとこう、恥ずかしいから。今日忙しかったの、途中髪がなくなって買いに外に出て
大変だったんだべ。こんな騒いだら声でかい言われるわ。本当にご飯も食べてる最中だし、頑張ってんです私。うん、ペンライトありがとうございますね。金のだるまもいっぱいありがとうございます。本当にハートも、それもね、このペンたちもよく頑張ってんよ。これね、100均なの。ほら、このわかるか、わかるか、この細い、わかるか、わかるか、この細いペンでな、いっぱい塗ったんだ。本当にほら、ペンも頑張ってるよ。ね、はい、そうなんですのでね、はい、皆さん本当にお待ちください。本当にそんないっぱい要望をちょっと言わないでもらっていいですか。私言われたらやらなきゃいけないって思っちゃって、そう、言われたらやらなきゃいけないと思っちゃって、みんなの要望に答えようとして、とても大変なことをねなんですよ。はい、それも私はまあね、みんなが言うね、あれじゃないですか、もっと画用紙、あ、そういうことか。にぎやかし、なんじゃそりゃ。あ、金のハートありがとうございます。みんな要望しすぎたら私潰れちゃう。今んところ頑張って書いて40位の人まで書いてるのね。で、画用紙を追加で買ってきちゃったから、私は100までは書かないけど、何、100までは書かないけど50ぐらいまでは書こうと思ってるから、あと待ってて、本当に次何色にしようみたいな感じ。よいしょね、そうなんですのでね、うん、50にしてるよ。でも書くの50にしたらさ、あれでしょ、書かれると思って書かれなかった人かわいそうじゃん。だからどうしようかなって思ってる。どうしたらいいの。なんか今日さ、目のさ、目がなんかパンダみたい。マグパック、マグカップかわいい、ほんとありがとう。これお友達にもらったの。富山にいる保育園で出会った、誕生日同じ子なんだけど、うん、運命だねって言って今でも仲良くしてる。マグパックさ、4月20日かよ。そうだよ、4月20日の女の子のお友達がいるんだよ。すごいでしょ、仲良しだよ。昔は双子コーデとかしたな、懐かしい。50位まで書いて、51から100まで名前読んであげるのがいい。あ、確かにね、これは明日限り。なんかさ、思うの、これさ、明日だけ配信を、ごめんよ、明日だけさ、明日だけさ、特別でさ、背中っていうか壁に貼っても一日のためにと思ってさ、すごいもったいなく感じちゃうの。どうする、1週間ほど貼っちゃう。1週間やりすぎか、2日間ぐらい貼っちゃうのもあり。だってこれ切り取ってさ、その人ずつにあげたいもん本当は。劇場に置いとくからさ、みんな撮ってって。本当にそれしたいぐらいなんだよね。でもね、さっきみんなの名前見てたの、この貢献ユーザーって書いてあるところ、旗いっぱいついてて嬉しかった。
あ、外してないんだなってそう思って受け付けであげたら私怒られちゃうよ。バンダイのどっか隠しといてあげる嘘、みんなあげたいとこだがね。これは使い終わったらどうしようかと悩んでおりますね、私は。とってもだって頑張ったんだもん。わかるか、この頑張りを。よいしょ。ああね、こんなにね。まあまあお礼配信ですから、皆さんにお礼をするために私はね書いてるんですからね、はい、私だけが頑張ったわけじゃないので。みんなが頑張ってくれてるから。じゃあ50人まで貼ろっか。でどう？であとの50人の人たちはこう画用紙に、なん、まあ、まあ任せて、まあみんなで協力してだからね。はい、ね、そうなんですよね。頑張りますよ。待ってて、明日夜配信すっから。あ、ちなみに飲んでるのお茶じゃないです絶対全然いけないの。悲しい。カルピスじゃないよ、今日はカルピス飲んでない、今日ジュース飲んでない。お、あの卵スープです見せられないけど、あ、見せれた。ねえ、明日行くんだ。よし、まあまあ俺配信はとりあえず明日ということでですね。はい、じゃあコメント読んでいきますので、皆様コメントしてください。はい、どうぞ。どうぞ。味噌汁だったら確かにね、いや入れちゃうんですよ私かわいい、ありがとう。あ、そういうこと。あ、そういうこと、明日ロビー開放の日。あ、そういうことね。じゃあ、じゃあ最近ハマってる曲ある？それさ、ラジオのやつまた聞き返そうとしてない？違う？普通にただ単に？ただ普通に？私も曲の名前とかの話してたらもうさ、ラジオのが蘇ってくるのさ。第は？何だ？それでは聞いてください。今日は負けてもいいみんな友達でいましょう、長いと思ったんでしょ。明日普通のやつ、普通の公演か。失礼しました。とっとっと、まあ、だるまありがとうございます。だるまありがとうございます。そう、みんな友達でいましょうって長いと思ったら、思い通りにはいかないもんだよって流れたんでしょ本当にね、びっくりしたでしょ。本当に私もびっくり。あ、同じやつ言うのねってびっくりだよね本当に。ズコー、本当にみんなズコーってなったね。
あ、初見さんこんにちは、よかったらフォローお願いします。みんな相反レベルアップしてくね最近。金のだるまありがとうございます。変えるパターン新しすぎる、本当だよ、もう私も言われたよ、変えないでって。ね、昨日配信終わって思った、あと2人で先生特にで、あと2人の方にフォローしてもらおう。みんなまだフォローしてないよって人ぜひポチッと。ネタみたいだったよ、いしょ。私はね、春服を買おうかと思いましてですね、春服を、まあ、皆様に相談しながら買おうかと思ってます。春ってさ、何着たらいいか分かんないじゃん、思わない？ちゅっちゃんかい、ありがとう。ハートポチッと したら白くなりました。それはダメですね、任せろ。 OK、 じゃあ春服、そう、春は、春、ここに春そうだよ。あー、誰もありがとうございます。フリフリですか、フリフリがね、私の顔に合うか合わないかなんですよ。どうですか、ちょっとすっぴんですみません、どうですか、合いますかね。でし、じゃあみんなさ、どうなの、正直。まあ確かに春服、確かにね、めっちゃ春みたいな服は、めっちゃ春って服は買わなくてもいいかもね。なんか羽織る系がいいのかな。でも春にモコモコってどう思う、ちょっとね、ありだよね。でも半袖は半袖で肌寒いなみたいな、ね、夕方とか。でもどうなんだろう、私可愛い系とかっこいい系って言ったらね、顔で言ったらかっこいい系なんだ。そう、フリフリ、可愛い、めっちゃ可愛いっていうのはあんまり似合わないと言われているから。そう、あー、わちゃごなの衣装着たいね。ちょっと贅沢言ったら、ゆうはさんのあのスカートを履きたいですけどね。あ、金のハートありがとうございます。どんなブランド好きなの？そうだね、うん、いろんなブランド着るね。あんまりブランド、ここのブランドじゃないとダメってのはないかもしれないな。そうだね、この前の服、あのツインテールの時な。可愛い系も似合うと思いますか？本当ですか？それは嬉しいぞ。でもあのね、アイドルになってからあんまりなんか配信で全身映るとき以外ってさ、あんまり私服着ないなと思って、新潟で私服着て外歩いたのって本当にあんまなくて。そう、こんにちは。あ、金のだるまありがとうございます。普段はヒール、うーん、ヒール、そうね、ヒールとか、うーん、スニーカーっていうか、なんて言うんだろう、ちょっとおしゃれなスニーカーみたいな感じは履くかな。あとはサンダル、サンダルです。そうなんだよ、普段はレッスン着で外出ちゃうんだよ。喋り会ある、あ、確かに私もお喋り会1回、あ、ほら、あの生誕ので、そう、買った可愛いお洋服があります。配信ではちょっと着られないけど、どうでした？
生誕のあれをさあの参加された方どうですか。私の服可愛かったですか。で待って、この前髪何さっきから気になってんだけど。セクシーなやつ。いやでもあれはさ、セクシーっていうよりかはさ、あれじゃない、なんフリフリフリってじゃなくて、なんていうの、透けてるからでしょ。なんかね、悩んだんだんだよね、悩んだんだ。でも次は、次の生誕でもしあるんだったら生誕T着る。オフラインはよーね、早くだね、楽しみだね。次のいつなんだろう。未成年が来てもギリ大丈夫なやつだから、みんなそんなところでコメントしてこないの。あれ見て、可愛かったあれ。あるかな。ね、あったー。これかな。わかる。こんな感じ。普通だろこれ。なんかみんなが言ってるさセクシーなのってわかんないんだけど。かわいい、ありがとう。あ、ほらありがとうございます。かわいいでしょ。私はさ普通にさ何も考えずにさかわいいと思って着てたのにさ、みんながそういうさ目で見るからさ、私も着れなくなっちゃった。嘘だけど。これ以上好きだったら多分お話か出してもらえない。未成年ですからね、一応ね、その辺を考えましたよ私は。ネットで買った。あ、見てなかったの。でもそんなじゃない、これでさセクシーなんて言ったらこの先みんなどうなる。だってちゃんと袖あるじゃん。あとはね、そうだね、私の着る服か。最近はブランドの服が多いですね。多分みんな知らないよ。あ、確かに結婚式のねお呼ばれみたいな。なんかね、これにティアラつけてたの。めっちゃ張り切ったの。ここでブランドって言っていいのかな。そうだね、ちょっと待ってね。そうね、どこだろうな。あ、じゃあみんな言ってるから、みんなが知ってそうなとこちょっと探すわ。私ね、どこだろうな。あ、どこだろうな。あんま覚えてないんだよね。でも私服で
まあ、友達と遊んだりするときはへそ出しとか着ちゃう。あ、みんなあれは知ってるんじゃない、アナップとか。どうなの、聞いたことあるでしょ。あとはね、え、アナップ聞いたことないの、みんな。あとはぬぬぬ、ジルスカートはあのコスメ。あとはね、どこだろうな、ちょっと待ってね、どこだろう、私が着てる服。最近本当に服買ってなくて、それもなんか行くとこ行くとこで買って、あ、いいなと思ったものを買うからめっちゃ固定がないんだよね。でもこの時期に着てるものはアナップかな。なんでさ、へそ出しって言ったらみんなお腹壊すっていうの。あ、ジュラピケはパジャマで持ってる、めっちゃ昔のだけど。あとはね、なんだろうな、リズリサは東京に行った時に可愛いなと思って眺めてきた。ジュナピケ中ひやりか、そうだよ、みんなさ、へそ出しにお腹冷えるって言ってくるの優しいね。さあ、私あの足も出す、へそも出すだったの前まで。あ、キムダラもありがとうございます。でヒールでしょ。今考えたら信じられない格好してたね。私は去年まで何をしていたんだろう、どんな服を着ていたんだろう。え、本当に最近私服着てない、やばい、どうする、え、どうする。デコも出すし白目も出すし言うな。金のハートもありがとうございます。そうなんです、足長いって言ってくれてありがとうね、嬉しい。ニズリサは可愛いよね。私ね、東京に行った時に、これ高1の時だな多分、あのね、頑張ってバイトしてお金貯めて、すごいね、初めてね、めっちゃ高い髪飾りを買って、ニコ生さんで1回使ったかなって感じなんだけど、ここもなんかね、お洋服の店だったよ。私本当にこれだけでさ、これだけだよ、この2つついただけでさ、いくらだったっけ、これ3200円ぐらいの、そうそうそうと、そうそうそう、めっちゃ頑張って買ったやつずっと使ってなくて、私のなんでこれを買ったかっていうと、私も買ってなくて、あの東京に行ったから1個記念として買おうと思って、でバイトで頑張って貯めたお金で初めて高いものを買ったんです。本当に信じられない、今考えたらね、本当にそうだよね、よく計算してくれたのありがとう。そうだよ、これ落としたら1600件落としたことになるんだよ、わかる。これは多分ね、ニコ生さんのバレンタインで使ったと思うんだ。いや、私そんな満タイのものは買いません。一回だけパーカーはちょっと高いの買ったけど、わかる？そう、アンノウンっていうね、ブランドわかるかな。そう、あ、このパーカーはちょっと奮発して買っちゃったねぐらいかな。あ
とはそうだねって感じ。あんまりさ、あんまりさ服のブランドって言うの良くない気がするんだけど、そんなこともない。え、そう、これあの4日の日にねプレゼントしようと思って、会えてないからまだ、そう4日の日に持っていこうと思って、4日あのチャットに載せるから待っててそうなんですね。本当に今日なんでどうしてだろう、こんなに顔が濃いのは。今日なんか本当にすっぴん感やばくない？朝よりも。あ、ブランドも言っても大丈夫？本当、昨日とかはるちゅんさんがさ夢の国の話しててさ、さあ何、そこの服のブランドは聞いたことないな。ライトのせ、確かにそこのブランド名はあんまり聞いたことないぞ。調べてみるか。あの多分ね、知らぬうちに来てる可能性もあるんだよね。そう、意識して買ってなくてとか、それはね多分ある。だから服のここの首にあるさタグ見たらいいか、一個ずつ。そしたらそのブランドもあるかもだしね。あとはね、何個か昔ママが着てた服で着れ、この世代でも着れそうだなっていうものもたまに着たりする。ハートありがとうございます。私の漏れ、私の漏れは漏れだよ。今着てる服のタグ見せないよ。そう、まあ、とにかく私はへそ出しが好きですね。はい、あとはでも NGT に入ってからはロングスカートが必要ですって言われたから、ロングスカートデビューもした。今まで短いスカートしか持ってなかったんだけど、そうそう、だから本当に新潟来たらへそも出さないし足も出さないし、うん、本当になんて言うんだろう、布がありますねだから富山の友達に会っても、ジュナ服の系統変わったねって言われる。違う寒い。だからね本当に富山帰っ、だから新潟でさこうレッスンとかがあったり、まあ大体ねみんなで集まるってなったらさ、こう収録なんていうの、配信とか以外は大体私服はあんま着ないかな。そうだからね、富山帰る時もジャージで外歩いたりしてた本当に環境が変わって服も変わって全てが変わりましたね。生活も変わったしね。そう、そうだよ、肩出しもしてたそう、でもなんか本当にロングスカートって慣れないの、わかる？今まで短いさ膝上のスカート履いててさ、今急にロングだよ。階段とか踏んじゃうって。が本当に布が増えて違和感。だから私は今回服を買う場所をね、あのなんか数が欲しいなって思って。緑の上下ジャージ、緑の上下ジャージ着たことないな。赤ジャージとか着るのちょっと夢だけどねそうですね、じゅっちゃんかわいい、ありがとう、ありがとうね。昔の写真を見せたいけどやめとくよ、さすがにまあ私が二十歳になったら見せてあげる。いや高校卒業したら出していいのか、二十歳じゃないよね、どうなんだっけ、
いや見せない見せない、怒られちゃったらやだもん。未成年なのに見せないでください、高校卒業しても見せないでくださいって言われたらやだもん。芝浦じゃないよ。私行ってみたいところがあって、そうアベイルに行ってみたいの。アベイルっていうお店があるんですけど、そうアベイルに行ってみたいの。この前のね公演の時にその受付に来てためっちゃギャルお姉様がおられまして、その服どこのって聞いたらアベルって言ってくれて、アベルってこんな行くって言ったの。そうアベルに行ってみたい。そうだよね、そこの系列だよね、だよね。そう行ってみたいなって思ってるんだけどさ、どこにあるのね。そうなん、意外とね、そうサンリオコラボとかしてるから富山にあるじゃない、多分ある。あっこの方にあるんじゃないの、富士越っていう、富士越方面に村と子供服のイメージか、確かに。え、行ってみたいんだけど、めっちゃ行ってみたい。え、どんなとこなの。中央病院の近く、ウォーズインターの近く。と新潟駅にないよね、実はあったりしてえ、どうなのどうなの、新潟だとどの辺にあるの。新潟じゃあ劇場から何分ぐらいなの歩いて新潟駅から考えた方がいいのかな。駅南郊外にある。何でも入って新潟駅にはないの。行ってみたいのよママ配信見てるかな。アベール行ってみたい。あ、30分ぐらい歩くんだ、行ってみたいです。え、みんな何する、今日の配信何する何する。あと1時間ぐらいあるんですけど、私別にもう9時で配信終わってもいいけど、どうする。ドンキから県庁、ドン県庁、ごめんもう分かんないやっぱダメだ、私絶対迷子になるわこれ。じゅちゃーん、ありがとうね来てくれて。んー、磐梯口じゃなくて南口に出るんだ。うんうん、でも30分ぐらい歩いたらつけるんだね。じゃあ行けそうじゃない。あ、そう、私の私服を選ぶ配信忘れてた。今日はグレイルっていうお洋服のお店で購入会をします。よろしいですか。受付で地図、グレイルさんは知っておられますか。それはない大丈夫大丈夫。最近やっちまった出来事、それはもうラジオでしょグレールはね最近人気なんだよ、プチプラで買いやすい。だから数が欲しかったり、服のね個数が欲しかったりしたらグレールが一番いいです。私さあんまりさ
あの人が着てる服をのねブランドとかあんまり興味がないっていう言い方はちょっとあれだけど、なんていうの、あんまりねどこのブランド着ててもいいじゃんと思う人なの。でもさ、このどこどこのブランドを着てるからなんじゃらとか言って文句言われたら自信なくすじゃん。そう、昔からね、え、どこどこの服着てるの、いや私とこやだとか言われることがありましたですね。そうなんですね、服にも自信がなく自分にも自信がなく全てにおいて自信がなくどうしましょう。そうだから私はね、もう我が道を言ってました、去年高校2年生まではだから系統はね、私の服の系統はあれです、決まってません。だからどんな服でも着ます。昨日までゴリゴリのギャルい服着てたのに次の日になったらフリフリ着てたりするのそうそうなの、そうなんですよね。みんなグレール見た？私シルク AA だよ、どっちも。最近ここにシワが寄っちゃうの。最近私めっちゃ皮脂構文言っちゃうよね、やばいね。ニットのトップス春着ても大丈夫、春こうやってちょいっとちょいっと夏ぐらいまで着れる服がいいんだけどどうです、怒ってないの、険しい顔になっちゃうの最近。じゅちゃんからありがとう。でもグレールね、選べる、いや選ぶ服によってはちょっと買って届いてきてあれってなることもあるから、そう気をつけなきゃだね。みんなで選ぼう。もうすぐ夏、そうだよ、今5月始まったばっかりで5月もよろしくって言ってるけどさ、気づいたら6月7月だよ。そう思ったらさ、もう年越すかもよ絶対今さみんなさ、あのグレール見てるでしょそうだよ、ね、本当にここのシワ何伸ばす、そう伸ばして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 、そう服はあの私服でレパートリーは欲しいけど、ちょっとあのちょっとお高いパーカーが欲しいな、あ服を節約しなきゃ、じゃあグレールにしようってなるグレール可愛いから。あとは友達と送料を割って買ったりしたまーにするのをシーンとかね、シーンとかね、友達に私今回は買うけど一緒に買うって言われて、あじゃあこれとこれとこれよろしくって言って買ってもらったりはしてるね。シーン可愛いからね、シーンあとね、私ね何この顔、今フリーズしちゃったロングスカートのフリフリが欲しい、調べます。あとはね、ジェイダっていうさ、ジェイダっていうさ、
わかるかな。かわいいんですよ、ジェイだって。DY?DYDADYDA 調べてみて何じいちゃんガーリー系でも似合うと思うけどな。じゃあガーリー系いっちゃう一旦見てみるか。それありだよね。見ますね。なんだろう。流れ星ありがとうございます。ワンピース、どういうワンピース。つい自分で決める未来が見えた。確かに確かに。なんかさ、新潟に来たらこういうお洋服着れないわけよ。わかるかな。それもさ、こういうズボンってね、どこ行ってもなの。どのお店行ってもなんだけど、ウィゴーっていうお店もあるんだけど、それはね普通になんか あんまり買わないけど、なんて言うんだろう、どウィゴーのお店に中学生とか小学生からも人気の、もう年齢がね、もうどの世代でも人気の、もうここもそうなんだけど、どこもそうなんだけど、ズボンだけがね本当にどこ行っても合わなくて、そうだから、そうズボンは本当に出会えない、私のサイズに合ったもの。誰か女性の方見てません？富山と新潟ってそんなに系統違う？そうだね、違う。うん、なんかね、そう違うね、全然違うね。あとほら、あの表に出るときに短パンとかはあまり履けないから、そう、それもあっての新しい服を買い揃えなきゃいけないんですよ。リボン、ハートとかリボンとか、だって肩出しも今日しすぎもダメなんでしょね。隣の県なのにね。そうなんです。あって、このスカートめっちゃ可愛いんだけど、見るてかさ、こんなさ見せててさ、今度配信とかで着ててさ、あ、こいつ着てる服この前のやつじゃんとか思わないでね。かわいくない？見て、フリフリなのこれ。かわいいよね。ちょっとなんかさ、ガーリーって感じじゃなくて、ちょっとなんか お姉様感がある服じゃない、これ。わかる。あ、金の誰もありがとうございます。初見さんこんにちは、よかったらフォローお願いします。私初見さんこんにちはっていう時いつも声のトーン変わるね。自分で気になってんだよね。え、かわいいでしょこれポチっちゃうありじゃない。それもね、色がねめっちゃあるんですよ。めっちゃあるんですよ、色が 1,2,3,4,5 6個もある。やばい、見て、わかるかな。1,2,3,4,5,6 なの。やばくない？やばくない？すごくない？かわいいんだけど。え、全色はやばいねポチロー。え、いいよね。でも私が着て高見えするかな。なんか服もさ、その着る人によるって言うじゃんね。シャーリン、そうなんですよね。何にしようかね。こういうワンピースなら着れる。めっちゃスカートフリフリだけどめっちゃ甘すぎないってやつ、大人でも着れちゃうよね。
でも俺昔はねこういうでっかいリボンにも憧れた本当にね一回外をツインテールして歩きたいめっちゃ高めのツインテールでルアさんみたいにコロネ巻きして絶対可愛いじゃん。いいじゃんいいじゃん。でもさルアさんってなんであんなにツインテールが似合うのてか髪の毛サラサラなんだよね本当に。えなんであんなにサラサラなんだろう本当に。え分けてほしい。こんばんは。かわいい、ありがとう。そうなんですよ。そうなんですよね。え、ね、みんなから見てさ、こういうさ、鼻の服ってどうなの？こういうのって、こういうさ、細かい鼻の服ってさ、みんなから見てどうなの？え、だるまありがとうございます。直接聞いたことあるよ聞いたことあるよ。何の口使ってるのかも聞いたことあるよ。だって3期のオーディションの時に使ってたルアさんの口が気になって4期で加入してルアさんと初めて喋った時に聞いたもん。あの時に使ってた櫛ってどこのですか？もうそれが気になって1年間どうしようもなかったですって。あー確かに。でもなんかさめっちゃおしゃれなお姉さんって感じじゃない？これにさマーメイドスカートっていうシュッてなっててシュッてなってるスカートがあるんだけど、そうついにさちょっとここにかけるさちょっとよさめなバッグ持ったね、ワンピース、そう、いいよね、本当にいいよね。ね、皆さん、どんなのが好きなんですか？あ、そう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 、私が言ってるの、ちょっと近い。ちょっと違うけど、ちょっと近い、わかる？わかるかな？さっきの花っぽいやつに、こういう黒色の、わかる？私ね、こういうの似合わないの。そう。本当にだから似合うお顔の方は本当に羨ましい。こういうねこういうのもねダメなの。私は着たいの顔に合わないの。嫌いなオタクいるでしょ本当。着てほしい。だった私はこうになな感想おしゃれパンちゃんの配信見に行くか。じゃあここの配信から抜けちゃうってこと？あとね顔っていうよりかはあれなんだよね、身長。身長忘れないでみんな。148センチって考えて足を出さなきゃ余計足が短く見えるわけそうだからそうなんですよ。困りましたね本当に確かに髪型でなんとかなる。あ、それもあるね。確かに髪の毛だってね細かく巻けばなんじゃらでも緩く巻けばなんじゃらとかもあるしね。そうはい、そんな感じでちょっと服が決まらないので配信終わってからゆっくりちょっと寝る前にベッドの中で考えましょうかアクセサリーか。アクセサリー持ってるよ。でもあんまりつける機会それこそないね。あー確かに。あとね私ね陸上やってたから陸上師っていうのかな。そう このふくらはぎがちょっと多分ね見たら分かる人は分かるんだよね。私陸上やってたってあんま言ってないんだけど本当に昔だから本当中学でやってたとかじゃないから本当に昔だから言ってなくて。そうヒール履きますよそうだよサンリオコラボしてたよ。そうなんですよね。
はい、そんな感じですね。何？だって言ってないもん、言ってなかったもん。そんなに自慢することじゃないかなと思って。そうだから私バドミントンもしてたよ本当は。あ、全然サイト閉じてください、もう夜服終わった。もう終わった。そうなの、そうみんなのね、やっぱ好きな人の意見聞こうと思って。あるでしょ、あるでしょ、好きな人にさ、どんな服好きって聞くでしょ。みんな、みんなは聞かない、わかんないけど、まあ、聞く人は聞くんじゃない。こういう服持ってるけど、こういう服好き、着てって嫌じゃないみたいな、わかんないけどね。ごめん、私終わる早いんだ。そう、ちょいね、そうなんですよ。はい、だからね、そう、この前スタッフさんにね、麻生さんって昔何かスポーツしてたって言われて、お、なんか本当に昔ですけど陸上とバドミントンしてましたね。あ、やっぱり足が、そう言われた。え、そう、男性も女性も好きな人ができたりしたらそうやって聞いたりしない？だから私も好きな人に、ここ好きな人に今聞いてたの、みんなに。足見て分かるのもすごいよね。でもね、あ、初見さんこんにちは、ありがとうコメント。チュッ、え、どう、久々の、久々じゃない、初の逆告白と、みんなに向かって好きな人って言っていた。わかりにくかった。そうですよ、そう聞いてみた、みんなどんな服が好きって。みんな困ってんだろ、みんな困ってんだろ。うん、多分そう。あのね、あとはね、カラーガードって言ってもバレエみたいなもんだったから、そうだから本当につま先立ちとかが多くて、足に筋肉つくことが多かった。あ、夏半ズボンですか、いいですね。夏はね本当に、まあ、日焼けするけどさ、やっぱね布少ない方がいいよね夏はね。いや、ハートありがとうございます。体ですか、柔らかいと思いますか。バレーって言っても、あの本当にふーんっていうバレーじゃないから、そう、バレー要素の入ってってるんですよみたいな、バレエ要素が入ってるんですよカラーガードはって、手の先まで意識とか。足のつま先から頭の先まで神経通したとか。そう、3番の足、2番の足、1番の足パッセとか。みんなさ、今さ、ジュナが呪文言い始めたと思ってるでしょ。去年の夏は長袖長ズボンを、長袖長ズボン入ってたのずっとですね。いやー、 I love you、 ありがとうございます、ありがとう、くまちゃんありがとうございます。一緒だね、たまに出てくる雑音、雑音を出すくまちゃん一緒です。 I love you、 ありがとう。カラーガードしていたことで今のダンスにどうなんでしょう。私はダンス上手いのでしょうか、下手なのでしょうか。わからないです。頑張ってはいます。初見さんありがとうございます。そう、でも見送りとかで
ちっちゃんダンス上手だねって言ってくれたりとか、眉上手くなったって言ってくれたら本当に嬉しいから、本当に本当に嬉しいんですよ。そう、それも初めましての方とかに言っていただけて、そうお見送りでね、本当に嬉しくてね、本当に涙がちょちょ切れそうになりますね。ありがとうございます。あのね、まあお世辞もうるさいけど、俺お世辞じゃないって分かってるものだからこそ、もっと嬉しいんですよ。そう、お見送りで声かけてください。もし受付が私だったら受付でお話ししましょう。確かにカラーガードあんまり見せてないもんね。見せれる広さがないんだよ。そう、でもメールでその動画じゃないけど、動画をスクショした旗を持っ、を投げてる、投げて頭の上にいる旗の写真なら一回だけ送ったことある、メールで。どうだろう、そのメール見たよって人いない？いますか？覚えてるかな、そもそもだけど。何？私今気づいた、青色のだるま？いつも。あ、ありがとうございます。あ、覚えててくれた。大きく見せるダンスを意識してるかなと感じた。いや、ありがとう。そうなんだよ、身長が低くて埋もれる分さ、ダンスを大きくしたの。そうなんですよ、ありがとう、気づいてくれて。そうですね。あー、金のだるまもありがとうございます。あー、ラビューありがとう。雑音鳴らしとくか。ありがとうございます。ふふ、緑森は誰よりも大きく踊って目立ってたよ、ありがとう。あの写真何歳？高1の大会の前日。大会の前日の最後の練習の時の写真。写真っていうか動画。あ、ハートありがとうございます。ね、どうなんだろう、今どのぐらいなんだろう。お肉もらえるかな。じゃん。超低いよね。みんなどう思った？意外と高えなって思った？どうですか？たまに水分。だって松坂か松坂か昨日ちょっとみんなで悩んだじゃん。だからさ、お肉って言っちゃった。ギューって言うの、牛って言うの、やーよそれは、なんかやよ。坂牛、坂なのかな。で、坂だったらどうする、調べてみる。今日充電あるし。よし、調べるぞ。あ、確かに富山って言えば新牛だね、確かに。一十百千万。あ、じゃあ6日まででしょ。大丈夫大丈夫、いけるいける。ありがとう、教えてくれて。ありがとう。
私頑張るって言ったけど私がじゃないもんね。みんないつもありがとうございます本当に。確かに氷見のうどんもあるよね。私うどん好き。あとブリね、友達が食べてるの一口つまみ食いして美味しくてハマっちゃった昔。一枚もらうねって言ってちょっとチャレンジして食べたの。はいはい、次ですね、はい、ですね、あ、そう、松読み方、はい、みんな、坂じゃないよ、坂だ。じっちゃんのぶりっ子ぽりぽりするのやだ恥ずかしいですね。ほら見て見て、坂、坂だって、点々ついてない、坂だって。ジュナ以外のことを見たのだ、みーちゃん。そろそろ真似しすぎてメインに怒られるかもね。つけないんだねってことですね。私は多分明日になったら忘れてはないけど、ぶりっ子やだ、やらない、嫌です、嫌です、絶対ふぅじゃない以外のこと見たらダメやっちゃう。メリーに怒られてまうわ。あ、金のドルもありがとうございます。パクパク、かわいい、ありがとう。あ、金のドルもありがとうございます。いっぱいいっぱいだ、ありがとう。おお、いっぱいだね、ありがとう。何ワクワクしてるの何をワクワクしてんだい。え、そうですね、はい。そう、恥ずかしい感じですね。こんばんは、こんばんは。え、萌えゼリフとかちょっと調べてみる。私がさ、萌えゼリフをさ、みんなの前でわー言う時が来るの難しいですね。こんばんは、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。コメントしてくださってよかったらフォローお願いします。皆さん、初見の皆さん、初見さん、初見さん、こんにちは。よかったらフォローお願いします。ですね、はい、萌えゼリフ、これアイドルが調べることじゃないんですよ。でもね、私アイドルだからって言ってね、出てこないの萌えゼリフが。最高かよってかっこよく言うの。あと一人で、おおおお、あと一人、皆さんフォローしてください、お願いします。そうだよ、え、そうだよ、みゆみゆさんに教えてもらわなきゃだよね。なんかさ、調べたらさ、おかえりなさいませご主人様とかそういう系なんだけど、こうやってさ、萌えゼリフなの、何、え、こういうお願いしたらフォロー外す意地悪な人もいるもんだよね、知ってる。なみんな外さないでね。
恥ずかしい。なんで今からさ、こんなさ、こんな萌え、萌えゼリフしなきゃなの。あるいは、え、確かに何気なく言ってるよね。意識してないだけでね。わかる。確かに。今日一のワクワク、なんでそんなこと言うの。ちょっとオッケーオッケー。みんなフォロー外さないでね。みんなと一緒に、ずっと一緒にいたいな。みんなずっとそばにいてねとか、そういう感じ。やだね、本当に。何をしたのか、萌えゼリフを言おうのかい。何がいいの。ふーって、これにふーってなるか。ふーって本当になった。みんな絶対なってないでしょ。あの、差別にというセリフ言ってみたいですか。言ってみたい。いいじゃん。あ、そうじゃん。違うな。なったの。なったんだ。え、え、見上げた。本当。え、可愛かった。え、ありがとう。本当に私何してんの。これ本当に絶対なってないよ。みんな気遣ってさ、顔くれてでしょ。本当に。で、他にも、他にもないかな。私、みんなヨンキーの推し悩んでる方いませんか。あ、初見さんありがとうございます。よかったらフォローお願いしますね。かっこいいセリフ。確かにかっこいいセリフか。それもあんまりないよね。あとはなんだろうな。みんな他に浮気をしようとしている人はいるんじゃないですか。どうなんですか。4期で、4期に浮気し始めてる人はいるんじゃないですか。私じゃダメですか。ずっとみんなの一番でいたいな。みんな私じゃダメですか。他の4期に行かなきゃダメですか。浮気しないでください。みんなの一番になりたいです。あら、本当ですか、嬉しい。あ、あ、キナハート、と金のだるま、ありがとうございます。原さんに行きます。だからあなたの一番になりたい言ってんじゃん。ああ、みんなわざと言ってんだ。燃え尽きた。眉間のしわ、もう萌えゼリフやめよう。もうやめよう。もう絶対みんな何回もやりすぎて飽きてるよ。あー、確かに方言で言われるのみんな弱い感じ。確かに
じゃあ次富山弁でやってみっか。みんな私のこと好きけ。どうなんがっけ。私もみんなのこと好きになっていいがっけ。他のこと見たらダメやっちゃう。好きなの。私はみんなのこと大好きなんだ。意外と方言も難しいのやけども、さささささささセリフ感がもう私恥ずかしくなってきちゃった。もうやめよう。萌えセリフ恥ずかしいのに手間弁も、手間弁で手間弁で言うのも恥ずかしくじゃんね。わかる。いやもう言わないよ。言われすぎたらみんな飽きるよ。わかる。飽きるよ。ダメですね。飽きちゃダメよねえ。頑張ったね。ありがとうございます。飽きるな。富山弁で返してよ。意外と意識して富山弁って言えんもんだよ。だって無意識に富山弁になっちゃってんの。みんなでもさ、私の配信見ててさ、たまに何言っとるかわからん時とかってある。方言であんま富山弁ってそんなことないんじゃないかなとか思ったりもするもんだけど、どうなんだろう。意味通じてる、よかった。どん一回ねメールでね富山弁紹介したわけよね。そうしたなんだけどね、ほんとたまに。あーやっぱそうなんだ。わー初見さんありがとうございます。じゃあちょっとさ、えねえちょっと富山弁私何紹介したっけ。何紹介した。ちょっとメール一覧見るか。夜メールだよね多分送ってるの。これかな。こんな昔じゃないかもしれない。うん。違うね。富山弁か。自分の県の方言に悩まされ。チャーって富山弁。うん。富山弁。けも。そうながけとかの。けもだね。あとは。けとかチャーとか。だいたい語尾につけるよね。どうなんだい富山の人。あとはね、私じいちゃんが言っててね一個ね、んんって、ええ待って、思い出したい。じいちゃん何の方言言ってて、えって言ったんだっけ。ええ忘れた忘れた、忘れちゃった。あ忘れちゃった。ばあちゃんに聞こう今度。しょうしないってみんな言わないの。けとかちゃ、そう漢字は違うけどね。長屋ちゃ、そうなんかそう長、そう長、長がつけるね。確かにそれ無意識だ。なーん、あー確かにな、長け、ああそれそれそれ、なーんだな、これいりますかって言ったら、あ、いいです、いいですっていうのを富山の人は、なーんって言うの。なーん。あ、
世話しないなんだ。手間の人だけなんだ世話しないっていうの。へー、世話しない。でもまあ伝わるっちゃ伝わる。どうなんだ。あと誇張らしいとかもね、意外とえって言われるね。ね、誇張らしいって、誇張らしいって何って言われるし、あとなんだろうな、言わないんだね。そう、誇張らしいだよね。そう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 確かに。あー、誇張らしい。何、誇張らしいはね、誇張誇張、こうやって誇張誇張ってされたらみんな誇張らしいとか言うでしょ。でもうちら誇張らしいって言う誇張らしいってなんか誇張らしいやめてって。そうですね、こそばゆい、あ、こそばゆいとか、こしょ、くすぐったいとか、そうそう、そんな感じ。あとみんなさ、あの怪我してさ、指に、指にこう、こう、ここ毛が噛み出て切ったらさ、こう巻くさ、絆創膏っていうのはカット版っていうの、わかんないけど、そうだよね、そう、傷版っていうのよ。あとそう、歌でさ、歌でも、ちょっと待って、これは何と称えればいいんだろう。テーマ目は1代目2代目3代目っていうのよ。1代目2代目まで歌えますかみたいな。1番っていうのか、みんな1番目2番目3番目みたいな感じかな。バンドエード、あー確かに、傷番か。あー、こちらキズバンだよね。あとはなんだろうね、意外と掘ったら、たまに言ってた、私言ってた、キズバンってキズバンやっちゃう。そう、キズバン長いよね。カット版ね、そんな感じですね。どうですか富山弁、皆さんも富山弁使ってみますか。ちなみに私、東京のお友達がいるんですけど、東京のお友達に富山弁を教えて喋らせてみたんです。違和感しかなくて、本当になんか無理やり系、本当に慣れてすごいなって思って見てました。カラオケの時に1代目って言ってた。あ、1代目で終わるって、あ、言ったかも。多分それマックスの時だよね。あ、金のハートありがとうございます。よん、あ、そう、エセになるよね。確かに確かに、ケつければ違う。そうながけ、ケ、そうながけ、毛つければじゃない、そう、ガッガもいるが、長毛とか、そうなんけ、あ、そうなんけとかもいるね。毛、ちゃあ、そうなんけ、え、なんか、それを頼む。なんちゅがーとか、やっとっちゃ、だからそう、ジュの宿題やったがーって、今やっとっちゃーとか言って、そう、やっとっちゃーっていう喧嘩もするね。あー、とはなんだろうな、そうあー、そうですね、 AKB の、そうですね、私もマネージャーさんに言われたことある。あんた見とったら AKB の橋本春奈さん見とるみたいだわって
はよ千枚けとか。早く知られとか、早く知られまとか。知られやみんな普通か、知られま。早く千枚けってばあちゃんはよく言う。まあとかか。え、どうなの富山の方々。ちょっと富山弁にも自信が薄くなり始めてきたぞ。え、どうちょっと、いるでしょ。いるでしょ。ちょっと私の通訳を頼んだよ。え、そうだよね、私のアイコンそうだよね。ね、うさぎ、ね、ぴょん、ぴょんずってついてるし、ね、そう、結構初期に分かった。あ、絶対そうだなって。うん、おーは、どういうこっちゃ。富山み、富山み、富山みってこうコメントが全て言う。よし、そんな感じじゃ。おばあちゃんに怒られて、やない、やない、やないっけ。あー、やない、そう、そんな感じ。すぐじっちゃんもの、もの失かす。これはよ、めっちゃ方言じゃない。私多分方言長けーとか、それちゃーとか扱うけど、めっじゃあ方言っていうわけではないと思うんだよね。どうなんだろう。あんま配信とか言わんくない？ポカンお休み。なんで？なんで？じゃあさ、みんなの県の方言でちょっと喋ってみて、みんな。一文考えて、方言で。フォローしました。ありがとうございます。みんな、今配信見てる皆さん。あ、燃えゼルフ終わりました。はい、終わりました。すいません、終わりました。富山弁もう終わり。みんなの方言に行こうじゃ。はい、みんな一文考えて。標準語になります。あ、標準語ね。私標準語教えてほしい。そんげしとうねんだはだはしんいいこてやれ。なにどういう意味それ、どういう意味。富山弁はそれと欲しいになる確率が高い。お文字カワゲラテ。すげえ、東京だから方言ない。あー、でもじゃあ標準語教えてほしいかもだな。あんま標準語言わなくて。標準語だと思って喋ってたのが方言だったりするから、そんなにしたく。ね、あ、初見さんありがとうございます。よかったらフォローお願いします。はい、そんな、あ、そういう方言もあるよね。ね、動画で見たことある。ね、幼稚園教え逆に難しいかも。まあ確かに。あ、しなくていいように。あ、これ新潟の方言だったんだ。そうなんだ、知らんかったな。あ、初見さんありがとうございます。よかったらフォローお願いします。そうかそうか。どういう顔やねん。東京にもあるか。え、なんで知ってんの。え、メリー言ってた配信で。嫉妬してた。このくつく新潟、新潟弁で話してきたら富山弁で話すけど、いけ。ちっちゃん、そう、
リカさんの衣装なんですよ、大体。そうそう、サイズが、そう、リカさんでもまだ大きいぐらいで、でもそれよりちっちゃいものがないからリカさんのなんですけど、そうですね。疑いポカン、面白い今の語尾。そうですね、そうなんですよね、リカさんの衣装を着ていて、だからリカさんの衣装だなって分かった時、ってか大体誰の衣装を借りする時も私は名前を見てあまり言わないようにしてる、周りの子に。私はあんま知ったとかはないけど、別に誰かがみゆみゆさんの着てようと別になんとも思いません。靴はブカブカなの、そうだね、靴はぴったりのはない、出会ったことないかもしれない。ローファーとかもゴムバンドでもうがっつり留めてて飛ばさないようにしてるから、そうやっとやんとやんなくていいよ。でもまあ誰のって聞かれたら中井梨花さんのとは言うけど、そうですね、あんまり自分からも言わないし、そうあんまり気にしてない、どの先輩のかっていうのは。クン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 しないよ。そうですね、まあ、4期生はねちょっとファン目線が多いですから。そうそうそう、私はあんまりそういう目線では見てないですけど、そうですね、どうしますか、今日はちょっと早めに終わりますか、配信ちょっとお眠です。そう、靴はねサイズが合うのが必要なんですけどね、やっぱね、その昔からこの衣装にはこの靴っていうのがあるからね、そうだからその中でも一番ちっちゃい靴を引っ張り出してきてくださってのゴムバンドで靴中敷き入れてゴムバンドで3つとかで止めてる、でやっと飛ばない、そうですね、すごいね、みんなどんどんファンレベルが上がっていくよ。でもめっちゃ脱げるほどでかいのはそんなないかな、でもほら多分ね5月の写真、発売されてた写真を見てくださったら分かると思うんですけど、ちょっとこのぐらい空いてます。靴の幅が、でもまあ写真撮影の時だけだから、そう別にいいんですけどね、まあ靴のブカブカさがよく分かる写真が売られてましたよっていうお話でした。はい、そうですね、ブカブカだったんですよ、ブカブカの証拠写真がしっかりあるんです。ビジュは良かったんだけどね、靴がね。でもそこも含めてみんなにぜひゲットしていただきたかったもんでした、はい、今なんだろう、まだスプリングのキーホルダーとか売ってるのかな、よかったら。今日は50分ぐらいに配信終わろうかな。私さ、今日は1時間だけにしようと思いながらもさ、気づいたらさ10時ぐらいまで配信してるの。あの靴は完全に大きかったよね、ゲットしてありがとう。今度は店に来てください。5月のガチャガチャ情報出た、あ出た、写真とか見れたのかな、ただ実のアクスタ眺めても毎日満足してます、ありがとうございます。ね、ホタルイカ一緒に写し、ね、海へのね、お散歩ドライブもね一緒に連れてってくれてありがとうね。
ぜひ今度劇場へ来られる時もぜひお持ちください。うちわも持ってきてください。今月もジェナクスタゲットしたよ。あ、しようか。さすがそうだね、今月まだね。え、ありがとね。ラフルクジ、じゅっちゃんの缶バッジで。おめでとう。おめでとう。はい、ありがとう。持ってきてね。ぜひ。嬉しいね。一緒にお散歩連れてってくれるのって。だってさ、食べ物さ写すとき、今首めっちゃ痛かった、痛かった、首痛かった、痛かった、なんか痛かった、え、首やった、もしかしてこれ放送事故。首の運動します。え、なんか痛い、 ピキって言った、多分大丈夫、ひねった、ぶつけてない。バスセンターのカレー、うん、一回食べたことある。でも治ったよ。じゃーん。あー、チュ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 じゃーん、じゃじゃーん、じゅっちゃんでーす。テレビでバスセンターのカレーやってた？今？首が回らない。そう、回ったよ。なんだろう、今の、今の何だったんだろう、めっちゃ痛かった。初見さんありがとうございます。よかったらフォローお願いします。配信終わってさ、何人増えたかなと思ってフォロワー見たらさ、減ってたりして。試験さんこんにちは。そう、これどこ行く時もみんな、そのくじで当たった私のアクスタであっても全部あの持ち歩いて連れてってください。私も皆さんと一緒にどこ行く時も連れてってください。お願いします。じゃあちょっとじゅっちゃん端っこにいてください。ちょっとここで見守っといてもらおう。そうですね、スプリングと4月のアクスタある。じゃあそれを持ち歩いてください。あのアクスタケースもさ、サンリオにあるから。だから最近サンリオだけじゃなくてさ、いろんなところに出始めたんだよ。そう、だからぜひ入れて持ち歩いてください。そしたらあのさ、アクスタ傷つかないし折れないし、キーホルダーとしてつけれるし、でめっちゃいいよ。あ、いつもカバンに入ってる、嬉しいよ。わあ、初見さんありがとうございます。では壇上読みしますか、そろそろ。13位からいきまーす、いきまーす。じゃあ席にアクスタ置いてドライブしようか。ね、して、じゃあして、写真撮って送るわ。ちょっとあれだ、送るわ、ちょっとよく分からなかったけど、あのでもあの X によかったらお願いします。送ってって友達みたいなこと言っちゃったよ。じゃあで13位から読んでいきますね。13位、ビールバラさんありがとうございます。12位、ときめきこばさんありがとうございます。11位、バカさんありがとうございます。10位の方、名前がないです、名前がないです。名前がないです。ありがとうございました。9位、スマイルさんありがとうございます。8位、アリリストさんありがとうございます。
7位、坂修さん、ありがとうございます。6位、パンダのテオさん、ありがとうございます。5位、ハクタカさん、ありがとうございます。4位、ライトさん、ありがとうございます。3位、リョータさん、ありがとうございます。2位、タカシさん、ありがとうございます。1位、ミッチーさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。名前ないときって私どうしたらいいんだろうね。ケイツブとか格違うぞ。今日もありがとうございました。いやもう最後までいつもなんか最近2時間もしちゃってね、ごめんね。本当に喋ったら止まんなくてさありがとうございました。はい、明日お待ちください。あそ頑張ります。あそ引き続き作るの頑張りますのでお待ちください楽しかった、ありがとう。今日そんな爆笑みたいな話できなくてごめんよお疲れ様でした。明日もね、見に来てください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。夜メール待っててね、送るから。バイバーイ